速攻しちゃうぞ。さあできるかな。お金が貯まったらゼリーフィッシュを出して大狂乱のゴムを出すよ。火星人以外のレアキャラなら波動でワンパンできるくらいに攻撃力上げたよ。お金が貯まったらニャンマを出して速攻にニャンマ。不思議かもしれないけどこれしかないんだよ。新キャラの名前を覚える気がない。浮いてる敵ゴムは出し続けてひたすら貯金をするよ。お金が貯まったら黒い図を出してゼリーフィッシュも随時出していくよ。今回のボスは斜面あたりから硬かったから方法を変えて最後はこっちにしたんだよ。攻撃力が上がったらタイミングを合わせて雷砲。2体目のニャンマを進めて追撃の準備。攻撃力上昇してもなかなかしぶといね。だけどユッキーも加わってなんとか倒せたよ。最後は覚醒ムートでダメ押し。ニャンマ2体と黒いズ。ユッキーとムートで総攻撃。まあ、早いよね。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。